6月出た。あーこ炭治郎サイバー出た出た。6月かいこれ。いやーたまに見返してんだよ白炭サイバー、うんうん、スカッとするわと大久保さんをやり込めてるなんか、うん、機械みたいな感情の坂本が、うん、もうまくしゃってたもんな。スカッとするわ。僕もイラッとしてたんだなあれ多分なだろうねぐちゃぐちゃ言ってねえでよみたいな、うん、途中からだってもうあもうそれでいいですみたいになったもんね。もういいっすわスカッとさ、何だったんだろうな。うーん白炭裁判ってまあまあいいイベントだったと思うよ俺は。これでただね、うん言っちゃっていい、うん、最近さ白炭の、うん公認公式からさ、はい、グッズ送られてきたじゃんあの人、うん、でなんでっていうことで、うん、その担当から、まあ、明言はされてなかったんだけど、うん、担当からさそのメッセージ来たんだよ、うん、そしたらさ担当がまずね、うん、チャンネル会員だとマジでチャンネル会員で聞いてると、でやっぱりその大久保さんの白炭への 愛みたいなのを、うんうんまあ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 今年伝わるよねそれはね伝わりましたみたいなの書いてるんで、うん、へえやっぱこれだと思うんだよね白炭裁判だと思うんだよ。わやってなかったらアンバサダーになってないと思う。でもよかったんだ完全にやってそうここで大久保さんやり込められてよかったの結果として。うんうん、うん、担当が見てたんずっとすげえありがとうございます。今見てんのかな。今も見てると思う。おい中岡デブ計画発動。違うデブ晩酌晩酌、うん、同じだろすごいな。メロンソーダのさお酒買ってくれたじゃん。買ったピザポテトとセットアイスとよ買った買った買ったもうこれうまいね。うまいでしょ止まらないもんピザポテト、うん、アイスとなメロンソーダどうなんこれ全部なくなったの。もうなくなってるよ。もう晩酌は最近どうなんだい。最近はやれてないかな。あれ一時期あんなやつなのは何なの。なんだろうね。でもほんと最近はやってんの酒自体飲んでない。おお一時期飲んでたのなんかストレスがなんかあったんかね。なくならないともったいない心があったからなんかで買ったまたじゃあ僕があげたら食うの。また飲み出すと思うね。飲み出すの、うん、どうなんだろうな。晩酌って陽明酒だったら体にいいかもな。うんでも陽明酒メロンソーダだからな言うて美味しく飲みたいじゃん。メロンソーダなんだよな。糖類糖分が気になるよな。もうでもその後ピザポテトでしょっぱいもするから。あそっか、うん、いいんじゃない。今体重何キロだったの。今最近測ってないな。今測るか。いやいいわ。そうか、うん、僕ね95いったと思うんだよね意外と冬は増えると思うんだよな。蓄える。いや変わってないと思うな。95じゃないか。変わってない。あ93かなその感じは。何が分かるの俺の体を見た感じは膨らみで顎のこの辺とかか。顎は変わってないわ。あ本当。あよかった。それは健康診断やのってコメントあるけど、うん、来年1月も予約していいかい。もう知っちゃおう、うん、うん、もういいよ死の宣告受けてくれ。受けないって。なんで。受けたと健康だもん俺。なわけないだろ。なわけってどういうこと。健康そのものよ俺。死の宣告受けちゃおう。もう怖いのは分かるけど検証炎になりかけてますね、うん、来年の健康診断まではチートでやっていいからさ、うんまあ、好きなもん食ってくれよ、うん、その後は多分ひもじい切り干し大根とかしか食べれないけどな一気に。健康診断後はもう白いもんしか食えないよ。ひじきとか白か黒かひじき。あ黒なの。ごまかひじきか、うん、切り干し大根かきんぴらごぼうかみたいになってくる、うん、あじゃあブラックラーメンとかか。いや黒味噌。いやだめ。ごま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 味噌ラーメン。いやいや一切諦める。ラーメン食えなくなったら死んじまうよ俺。だから死の宣告よ根性の別れよ根性の別れ。やべラーメン裁判始まりそうだな。なんで僕ら誰相手に裁判を起こすんだよ坂本相手。過去の自分だろ起こすのは。なんで食ったのよって僕に起こしてもしゃあないな。なんでこの結果にさせたのよって僕じゃねえだろもっと管理せえやって言わないとIP カメラで無理リモート監視、うん、結局1ヶ月ぐらいで、うん、そもそも家から出ないから監視する必要もないよねって。出た時しか、うん、でまあのゲージも今開けっぱなしだからさ、うん、
あ、昔閉めてたもんね、うん、いないから映らないんだよね、うん、僕のベッドで出たりするし、うん、まあいいことじゃないの。そうだな、うん、まあ YouTube のゲームはいろいろやってんだな。カブトムシやってんな、うん、10時間やってたかもしれない。かあのカンストまでね。カンストまで。そうよ、よくやるよこれも。どうする、何を。いやリメイクセーブできないじゃん途中。これセーブ、あ確か本当だ、っけ途中セーブして何回かに分けてやってる。本当だ。で途中でだってボンミスしてさ、結構低い点数で死んだりしまくって、うん、やり直してるじゃん。やり直してる。そうよ、それないから無理じゃないかスイッチで。無理か、うん、でも画面全く同じだったんだよね。そうそう、ちょっと枠がそこが違ったぐらいで全く同じだってのが意外ときついなっていう、うんうん、だったらスーファミでやってそのままでいいよねと思ったわけよ。